さんおはようございます。寝てました、すいません。今買い物帰りって言ったのって、スタバに寄って帰ってきました。なんか旅の疲れが取れてなくて眠いです。スタバで頼んだものはこれです。見えますかね、こんな感じです。逆になってんのかな。コロネファーム&マリボーヒーティングだそうです。うまく言えないんですけども暑いです。これ意外とまだこんな感じです。で、次にスタバのノンアイスラテ、なんて書いてんのこれ、 SP? 何なんていうコーヒー、これエスプレッソ。そうです、これを私一番大好きなスタバの中での大好きなコーヒーです。それでは、朝ごはんをいただいていこうと思います。まだちょっと暑いんですけどね、なんかすごい疲れ目がすごい出てます、ごめんなさい。暑いです。久しぶりのスタバです。普通に食べたかった。暑すぎだ。よいしょ。こんな感じです。ビョーン。よいしょ。中身はまだ熱いですね。まず食べてあれします。皆さんにもどうぞって感じです。どうぞ。ではいただきます。暑いけどすごくパンがしっかりともちもちがあって、チーズがとろけてすごい美味しいです。味もしっかりしててコクがあって美味しいです。感じでちょっと失礼します。それでは旅行から帰ってきた1週間分を、紹介していきたいと思います。食品紹介です。それではスタート。
Thank you.
今ユミはお昼にお散歩をしてダイエット運動しています。歩いています。なんか落ち葉が結構落ちていて、なんとなく秋が終わる感じがしてる感じがして、なんかね寂しい感じです。そんな感じで、ちょっと旅して、食べ過ぎたのでダイエットを継続して頑張っていこうと思っています。それじゃあね、皆さんお疲れ様です。ユミです。今日はですね、なんかちょっと体調の方があまり良くなくて、それでちょっと動画の方も撮れなかったんですけども、今日最後に撮ってみました。ちょっと疲れ顔ですよね。ちょっと旅の疲れがまだ全然取れてないって感じで、やっぱり年だなっていう風に感じます。そんな感じで皆さん、今週も見てくれてありがとうございます。っていうかあと1回現れますので、また皆さんその時までお元気で、じゃあまたねって感じです。おやすみなさーい。